かしいなそれは。いやそれまさに困ってることだまさに困ってることだけど、The first Street Fighter V Champion Evolution 2016。もし知りたいんだったらちょっと時間をいただきますがいいですかってまず言いますね。とにかく簡単に言っちゃえば、格闘ゲームにその10代を奪われるわけですよもう完全に。好きっていうレベルじゃなくて、全てがもう生活の全てが格闘ゲームのためにあるような感じの10代で、出会った時はとにかくまずストリートファイターっていうのが当時のゲームセンターの中でものすごく画期的で、だから心奪われて熱中したっていうのがあって、自分が取り組めるものがずっと長いその子供の頃から欲しくて、で、あ、これが俺のその取り組むものになってるんだなっていうことに気づいてから、takes it and Justin must admit that was an excellent match and the crowd is on its feet。 その頃は確かに梅原大吾っていう人間がゲームセンターに行って努力して成長していくって、大会勝ってっていうのが楽しいって、それが一致してたはずなんだけど、大会に勝って有名になってゲームセンターとそれ以外の外の世界での違いっていうのが大きくな、明確になっていけばなるほど、なんかこうカタカナの梅原っていうのと梅原大吾っていうのがなんかちょっとずつこう分離してきて、写真撮ってくださいとかサインしてくださいとか。ありがとうございました。例えば今だったら Twitch アンバサダーだとかレッドブルとなんか一緒にやろうっていうのは、これ全部10代の頃に自分が捧げたものの始まりとした、その梅原大吾とは別のゲーム界における梅原みたいなものがいて、待っているのは4時間待ちましたの、4時間、はいはいはい、確かにその梅原大吾から始まってるんだし、だけどでもどっかもう自分じゃないというか、だから可能性がある、先に飛ぶ全然だ、かなり可能性は上がっていけばかなりの確率。梅原大吾っていうものはすごくいい加減な人間で、だけどこの梅原っていうものはそのいい加減な、いい加減に扱っちゃいけないっていう、なんかそういう唯一自分が神経を使って努力してこう真剣に真面目に取り組んでるものが多分この自分から分離した梅原っていうものなんだろうなって。でもね、本当に多分この感覚って理解しがたいかもしれないですけど、梅原っていうあれには結構憧れてるっていうか、なんか自分のことなんだけど、この感覚分かんないだろうなと思うんだけど、梅原にはなんか憧れてる、すごいな。でも個人では成し得ないことをやってくれるから、おすげえまた梅原が勝ったっていう感じ、でも自分なんだけど、なんかすごい不思議な気持ちですね。
まず勤勉ですよね、うん、ものすごく勤勉で目標があるとすごくまっすぐそれに進めるのが彼のいいところっていうか才能だなって。だから目標があるときはもう誰よりも早くその目標に向かっていく、うん、タイプだなっていう。エボで適当にプレーしたことは多分一回もないですね。この人は弱いから、うん、適当にやってもいいだろうって思ったことは一回もないです。ただその当たりたい相手ってあこれは多分普通の人とちょっと感覚違うんだろうなと思うんだけど勝ちやすい人と当たりたいわけじゃないんですよね。This is the path of my destiny. Good. 自分の実力を 100%自分の実力 100% 引き出してくれるのは間違いなく、うん、その梅原の方なんですね。この梅原っていうのはこの梅原大吾の都合が嫌いで例えば勝ちたいとか波動拳そういうものを消せば消すほどこの梅原っていうのは力を発揮してくれるんだけど試合の展開も梅原っていうそのもう一人の梅原が持ってる技術の力であって それでもじゃあ今回最終的にその梅原大吾が持つ欲求を全部消せたかっていうと消せなかったと思ってて。なかなかこれだけの失敗多い人間もいないんじゃないかなというふうに思ってるんだけど言ってしまえばゲームをやったこともその時点では失敗だったし麻雀の道に行ったのも失敗だったし何もかも人生失敗失敗失敗できてて大丈夫そうな道行ってるとずっとばっかり選んでると行き止まり結局 それが行き止まりになっちゃうんですよね。でもやっぱりそのゲームというかゲームの世界っていうか本当に自分の性格に合ったものを選んだな子供の頃に そう思える今になってもやっぱり思えるのは今まで出てきたゲームはどのゲームもすごいやり込んで強くなって誰にも負けないっていうぐらいに自信がついて。でその後にまたガラガラガラってそれを崩されてはいじゃあまた1からやってくださいってゲームが変わるたんびにあまた1チャレンジャーに戻されたなでもそれすごく楽しいことだなってこの気づいては1に戻されて気づいては1に戻されてっていう感覚がやっぱり最高だなと思ってますね。先に進みたいって思うんだったら自分から危ない道突っ込んでって you
We'll be right back.